ここまでの私は何の変哲もない順調な人生、仕事で忙しい両親のために家事をして真面目に勉強して、それに不満も不自由も感じず生きてきた。だってそれ以外に知らなかったから。して偉いわね。いい、お父さんお母さんが忙しいのでこのぐらいはねえ、いつもご両親仕事で遅いみたいだけど、ちゃんとご飯食べてる？寂しくない？一応用意してくれててるので大丈夫です。そう、あ、うちね今日から夫が出張でしばらくいないのよ。一人でご飯食べるのも寂しいし、かすみちゃんいつでも遊びに来て。つばきさんもお家のこととか忙しいでしょうし。大丈夫よ。あ、かすみちゃんスマホ詳しい？新しいのにしたんだけどよくわかんなくてね。そうなんですか。今日はどう？今日ですか。今日はお母さんから洗濯物とかちょっと頼まれてて。そう、じゃあいつでもいいわ明日でも。じゃあ待ってるから、行ってらっしゃい。優しく声をかけてくれる近所の主婦椿さん。これもいつもと同じ何も変わらない日常。のはずだった。あんな真面目で可愛い子がどうなっちゃうのかしら。よし、これで OK。 椿さん、できましたよ。ありがとね。やっぱりすごいわね。助かったわ。あ、ちょっとゆっくりして待っててね。ありがとうございます。本当にごちそうになってもいいんですか？もちろんよ。で、うちのずっと連れ添ってる夫なんかと食べるより可愛い子と食べた方がご飯美味しくなるし。あ、ねえかすみちゃん、これ運んで。はい、はいはい。ねえ、学校はどう？勉強大変？大変ですけど楽しいですすごいわね。だってあんな、これとこれね、あんな進学校に通えるんだもん。ほんとかすみちゃんって頭いいのね。いや、たまたま受かっただけなんです。あ、じゃああとこれと、はい、ちょっと待ってね。あ、今それ並べてて、はい、わー、おいしそう。椿さんお料理上手なんですね今日はかすみちゃんが来るから腕によりをかけちゃったのありがとう。本当に助かる。ちょっと待ってね。はい、あ、座って座って。ごめんね。はい、ありがとうございます。じゃあ食べて。いただきます。いただきます。
いやー、お口に合うといいけど、うん、見た目だけで絶対美味しい。本当？特にほら嫌いなものとか聞かなかったでしょ。あ、私ないんです。あ、よかったさすがかすみちゃん、うん、美味しい。あ、よかった。ハンバーグ大好きなんです。うん、じゃあ今日のメニューは大正解ねありがとうございます、うん。こうやって喋りながら食べるのが一番いいわよね。もうね、結婚して7年にもなるとさ、会話なんてないのよ。そうなんですか。そうよ。それだとそれはそれで寂しくてね。ごめんね、喋りすぎちゃって。どんどん食べて。私でよければ。じゃあ甘いものは大丈夫？あ、大丈夫です。じゃあデザートに食べて。ありがとうございます。あ、大丈夫です。どうかした？あ、全然。ねえ、かすみちゃん、可愛いから学校でモテるでしょ。あ、私全然目立たないから彼氏とかいなくて。そうなの？彼氏いそうなんだけどな。本当はいるんじゃないの？いないですあら、暑い？今お部屋そんなに暑くないはずなんだけど。ご飯たくさん食べたからかもしれないそう、大丈夫？はい、大丈夫ですねえ、ここのクレープ美味しいのよねかすみちゃん、どうかした？ちょっと私、体調悪いみたいなので家に帰って休みますでもなんか確かに顔もちょっと赤っぽいわね。すいません、出していただいた。あ、でも大丈夫よ、ちょっと汗かいてる。じっとしてて。でもほら、もし体調悪いんだったら無理しないで。いや、でもあの、だってお家に帰ってもまだご両親お仕事中でしょ。そしたら一人でお家にいるよりここにいた方が安心。